はい、今日もトゥビウィナーよろしくお願いします。今日はですね、ピュアアイロ VS 2020年発売の VS ですね、こちらの方ちょっと紹介していきたいなと思います。今日もね、いつものあの素人さんのプレイをね見つつ、こちらのラケットの方をちょっと紹介したいなと思っています。早速ですけどね、まあ打ってみてびっくりしたのが、まあ、まずちょっと見てもらってわかるかな、わかるかと思うんですけど、いつもよりもね、なんていうんですかね、すごい力を抜いてスイングしてるんですよ。っていうのはよく飛ぶんですよね、このラケット。本当によく飛んで、あのちょっと軌道を高めに打っちゃったりすると、すごく飛んでっちゃってオーバーアウトしちゃうんですよ。なんで僕が普段イメージしている軌道、ちょっと高めの軌道で、僕ネット怖いんでね、こういうネットするのがすごく嫌なんで、ちょっと高めの軌道で僕いつも打つんですけど、その軌道で打つとそのまんま飛んでっちゃう。今みたいのもそうですね、今のも僕としてはナチュラルスイングなんですよね、ナチュラルな軌道なんですけど、あれだとやっぱり飛びすぎちゃうんで、でそれを抑えるスピンっていうのもかけやすいんですよ、これね。僕ね、まあ、不思議っちゃ不思議なんですけど、スピンはかけやすかったんですよね。まあ、いつもよりスピンがかかってるかっていうよりは、下から上のスイングでもかけるとすごくスピンがかかるなっていうイメージはすごくあって、でそれなんですけどね、やっぱりちょっと高いところ飛ばしすぎちゃうという、まあ、高い軌道に打つっていうのとスピンっていうのを両立するのがもしかしたら僕は苦手なのかもしれないんですけど、ちょっとそれを収めきるっていうことができないぐらいよく飛ぶラケットで、なんでどっちかっていうとですね、今バックハンド打ってみますけど、見てましたけど、さっきの軌道みたいな、ちょっと軌道、今ちょっと高かったですね、軌道がね、まあ収まってましたけど、まあ、こんぐらいですね、今ぐらいのイメージで打つのが良かったなって僕はすごくこのラケット思いました。どっちかっていうとちょっと軌道低めの木、なんていうんですかね、その軌道低めなんだけどフラットにならないんですよ、このラケットね。フラットドライブになっちゃうっていう感じなんですよね。なんかこう思いっきりまっすぐ飛ばそうと思っても、それにしっかり回転かかるんで、まあそれが飛びと合わさって、軌道は低いんだけども、ちゃんとコートに深いところに収まっていく、よく飛んでくれるっていう感じをすごく受けましたね。決してねスピンがかからないってわけじゃないと思うんですよね、今みたいな短いコースっていうのも打てるし、で、あ、これねスライスすっごい打ちやすかったんですよ。今さっきみたいなねスライス、この軌道で飛ばし続けることができるんじゃないかと。あ、今ちょっとだいぶオーバーアウトですね。ああいう、まあ浮いちゃうのは僕の腕の問題ですから、すごいね、低い軌道で飛ばしてもそれがスーって伸びてってくれて、ネット越えてくれるんで、なんかこうネットにかからないっていう感じはすごくありましたね。だからちょっとまっすぐ飛ばし気味だけど、それがスライスとしてはすごくいいスライスになる。今みたいなちょっと低い軌道だけど、それでも結構深いところまで行ってくれるんでね、今ぐらいのバランスで打てると、スライスは非常に打ちやすかったっていうイメージありましたね。で、ボレーですね。ボレーはね、すごく打ちやすかったんですよ。いやー、最近ね、バボラさんのピュアドライブ2021もそうだったんですけど、最近バボラさんのラケットはね、僕、ボレーすごいなと思ってますね。で、2020年のピュアエロ VS なんですけど、こちらの面安定性がいいんでしょうね。すごい、思いっきり来ちゃっても、それを、に対してブレないんですよね。だからブレない分、自分が、こう、面を向けた方向に絶対飛んでってくれるんで、すごく左右へのコントロールがすごくしやすくって、で、まあ、さっき言った通り、結構飛びの力があるんで、ラケット自身がそういう力を持ってるんでね。ちょっと合わせるだけでそれを深くすることができるし、まあ、ちょっとタッチ系のボレーがね、僕ちょっとまあ元々苦手なんでっていうのもあるんですけど、少しパワーを殺しきれないで、まあ、浮いちゃったりっていうことは多いんですよね。でもこう押し込んでいくっていうか、深いところに行って打ち続ける、しかもそれをコントロールし続けるっていうことはね、すごく楽だと思いましたね。面安定性が高いんで、コントロールそこまでなんていうのかな、自分でこっちに飛ばさなきゃっていうのを意識しすぎないでいいんで、すごく気が楽に、あ、だいたいこっちの方に飛ばしたいなっていうんで面向けとけば、あとは勝手にラケットがやってくれるっていう、すごくね、安心してボレーできるっていう印象の、ラケットでしたね。で、まあ今、相手側視点で見てみるんですけど、まあ相手側視点で見てみてもね、やっぱりちょっと、まあ軌道が上がっちゃうとオーバーアウトになっちゃうなっていう感じで、
まあ少し軌道低めのボールで来る、まあ今みたいなボールですよね。意外とまっすぐ来て、それがやっぱクッて落ちる感じがあったんですよね。今のはちょっとアウトだったかもしれないですけど、まあそういう少しまっすぐめの軌道で飛ばして、まあそれで相手をどんどん押し下げていくっていうことができる。まあ軌道高めにしてバウンドが高くなってこう相手を下げるというよりは、まっすぐ飛んでくるんだけど、それがバウンド後もグッて伸びてきて、これで相手がどんどん後ろに下がっていくみたいな、そういうパワーを持ってるラケットだったんじゃないかなと思いますね。まあ上に上げることもできるんですよ。軌道を上げることもできるんですけど、それで回転もしっかりかけることはできるんですけど、まあちょっとね、それを常に収め続けるっていうのは僕の中ではちょっとコントロールしづらかったなって思いましたね。すごくこう飛んでくれる、飛ばしてくれるっていう印象の方が強いんで、で特にですね、僕バックハンドはですね、あんまりスピンかけるの得意ではないので、スピン量そんなにグリ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 かけられるタイプじゃないんで、今みたいに吹っ飛んじゃうことの方が多いんですよね。なんでバックハンドのスピンはもともとそんなに軌道高くないんで、まあ僕はバックハンドはすごくだからこのことは合ってたなっていう感じがしましたね。すごいなんかこう軌道がこのくらいの、いつもぐらいの高さで、それがしっかり深いところまで、でバウンド後やっぱりスッて伸びていく、そういうパワーがあったので、これでどんどん相手を押し下げていく、ストロークで追い詰めていけるんじゃないかななんて思いながら打ってたんですけどね。まあフォアハンドに関して言うと、自分は結構軌道高く上げるの方が、まあ、得意というか、そっちの方が安全なタイプで、あんまり軌道低いところを狙って打ってると僕すごくネットが増えてしまうんで、今すごく、まあバックハンドですけど、すごくネット増えちゃってますけど、なんであんまりちょっとフォアハンドは低い軌道でコントロールし続けることはちょっと難しかったな、自分はちょっとそれは難しかったですね。ただですね、いや もっとグリ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 スピンをかけられるっていう人であれば、全然軌道高くして使うこともできると思うんですけどね。スピンがかけにくいラケットではないんで、ただ僕だとちょっと僕のね、技術だとそんなにスピンをかけるっていうのができなかったので、それをグリグリスピンかけて収めるっていうことができれば、すごくピュアアログリーズ、ストロークいいと思いますね。で、まあサーブを打ってみてるんですけど、まあサーブもどっちかっていうと、上から下にこう落とすっていうスピンを稼ぐというよりは、まあそのまんまナチュラルにスイングをすると、それがすごくよく飛ばしてくれて、スピード感のあるサーブが打てた感じですね。なんで今調子に乗ってセンターとかすごくスピード系のサーブ、スピードのある、まあ僕のスピードのあるサーブ、まあスライスサーブでちょっと割とスピードを稼げるっていう感じなんですけど、まあフラット打てないんでね、まあそういうのでちょっとセンターを狙ってみたりとか、そういうスピードで相手を追い詰めていくというか、相手から時間を奪うというか、そういうサーブが打ちやすいっていうか、そういうサーブがすごく持ち味なんじゃないかなっていうラケットでしたね。なんで、まあ、やっぱちょっとそういうのを狙いがちになってしまう。だちょっとやっぱりね、確率がね、こういう軌道だと僕は維持できないんで、そこはちょっと扱い難しいかなと僕は思いましたね。で、アドサイドがね、やっぱ特にそうで、まあ僕アドサイドね、スライスサーブ打ったとしたらセンターにしか打てないんで、回転量がね、あんまりないんで、で、あと、なんていうんですかね、この、アドサイドの外側の方ですか、外側の方に、スピン落としていくっていうのは、スピンサーブ、スピン気味のサーブしか打てないんで、スライスでやるとどうしてもネットかかっちゃうか、まあ、かなりオーバーアウトしちゃうかっていう感じなので、まあ、スピン気味のサーブで狙っていくことが多いんですけど、まあ、スピン気味のサーブを打っても、それを、なんていうかな、高い軌道で高くバウンドさせようっていうよりは、まあ、ナチュラルにちょっと打点前にして、スピード感のある、スピン気味のサーブっていうのが、まあ、気持ちよかったなって、今みたいにはまさにそうですね。そういう方が気持ちよかったなと。それでちょっと、まあ、スピード感あって、まあ、そっち側のサイドに、狙ってっていう感じで、相手を下げていくっていう感じですかね。そういうサーブゲームも展開できるかなと思いましたね。はい、まあ、ピュアエロ VS っていうことでね、ちょっとね、ピュアエロとは一味違った顔色の違うラケットだなと思ったんで、まあ、これはこれでちょっと別のラケットだと思って試していただければと思います。ぜひ、高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた。